皆さんこんにちは。こんにちは、ゆりです。はい、今日今ですね、私は広島、地元なんですけど、広島のネストホテルさんに泊まってます。めっちゃね、おしゃれな内装ですよ。すごいね、狭いけどね、本当になんかビジネスだし、値段も安いから狭いけど、ちょっとおしゃれな内装なので、後でなんかルームツアーちょっと狭いけどやっちゃおうかなと思います。ということで、はい、じゃあルームツアーしたいと思います。ここね、ドライヤーとあとなんかティッシュボックスがここにかかってますね。あとベッドとコンセントとか電気類はここですね。もうね、ルームツアーするほどの広さもないけど、テレビがあって、まあ普通にポット類とかグラスとかですね、があって、あ、いいグラスがあった。いいじゃん、いいじゃん、これ。これにすればよかったな。そう、この辺とかがあって。で、バスルーム。バスルームめっちゃ綺麗ですよ。できたばっかりだから。あとはアメニティ類が一通り。揃ってます。こんな感じ、今日の洋服こんな感じです。なんかネストホテルね、狭い、めっちゃ狭いけど、めっちゃ狭いし、なんかこれ写真とめっちゃ違うじゃんっていう感じで思ったけど、でもね、フロントの対応がすごく良かったです。なので、あの広島来る人はこれね、ちょっとね、広島のすごい中心地なのね。あそこ三越って見えるでしょ。でも本当にね、あの繁華街のすぐ北側なので、原爆ドームとかも歩いていけると思うので、あの観光で来られる方には本当に寝るだけだよっていう人とかにはめっちゃいいと思います。はい、皆さんこんにちは、ゆりです。声が出ない。風邪ひいております。風邪ひいてるのに動画撮っております。ウケるでしょこの人、面白くない。人類でも変わった人種だと思っております。皆さんご参考にしてください。この人に比べれば皆さんは普通です。それを言いたかったのかな。ということで、おい、今日どこに来ているのか。咳込んだ時のね、5枚つけてるし、お前なんか雑音すげえよっていう人いると思うんですけど、ご了承ください。あと、あ、この人おかしい人なんだなって思ってください。それが一番嬉しいです。おかしい、おかしい、いいねみたいな、おかしい、高評価みたいな、嬉しいです。ありがとうございます。変人大好き、あ、変人、あ、オッケーみたいな。というか、だからどこに来てるのかってね、ホテルですよ。ホテルです。ビジネスホテル的な感じかな。へい、ツインルーム、だぞ。
地元です。地元広島のホテルに泊まっております。なんでか泊まりたかったから。以上丸夜景見える。でね、今朝ね、急に泊まりたくなったんだよ。家以外のところにね。で、なんか今日泊まりたくなったっていうか。また近日中に多分あの動画撮りますけど、私フィギュアスケートすげえファンで スケートの中継があるわけですよ、この 2,3 日中にね。で、まあ動画で言うと分かんないけど、ミニマリストって私なんかこう断捨離をいっぱいする活動をしておりまして、部屋にテレビとかはないんで、あのね、なのでスケートを見るにあたりテレビが家にないからホテルに泊まろう。なんでそこまで普通でしょ。そこまで割と普通なんだよ。だけど検索してたのね、こう朝、おおここみたいな、このホテルいいじゃんみたいなでこうね、こういうなんかテレビがでっかいとこがさ、うちの大好きな今年で引退する高橋大輔くんが見れるわけですよ、大画面で。だからそれを探してたんだけどさ、探してたらさ、今日さ、ここのホテルがさ、ここのホテルがさ大輔くんが滑る日はちょっと料金高いんだけど、今日めっちゃ安かったんだね、ここ、よし泊まろうみたいな、来た自分のからのメッセージが。だから泊まろうと思って泊まってる今。よくわからないよ自分でも。あ、でもなんかこれはみんなにも言えると思うんだけど、まあこの人おかしいじゃん、皆さんお気づきだと思いますけど、この動画見てる人はね、地元で近所なのに一人で用事なくホテル取って泊まるみたいな、はいってみんな思うよね。しかもなんかうちんち田舎じゃないからね例えばなんかちょっと町から、なぜ広島市内でも町からちょっと離れてる人とかだったら、まあ飲みに行くのに遅くなるから、あのまさか泊まろうかなっていう人もいると思うけど、全然そういうんじゃなくてちょっと泊まろうみたいな、泊まってよかった、ナイス判断。私狭いんだよ、さっきも言ったけどさ、こう
もう部屋が超狭くて、あとなんかこうやってベッドが2つあるだけだから超狭いんだけど、場所を変えた感がねすごいよね。自宅じゃなく場所を変えた感がすごいなと思いました。これはやっぱりよそに泊まらないと味わえないよね。こうなんか夜景が見えたりとかね、含めて気分が全然違いましたね。ということで良かったんじゃないかなと思います。もっと喋りたいけど、咳がひどいので今日はこの辺にしておきます。この動画アップするのかな？これアップしたら私だいぶ強気だよな。ということで、まあそんなことはいいんですよ。今日もおもろかったぞ。バイバイ。See you.